どうも、レダックスです。本日は段ボールが3箱届いたので、突然届いたんですよ。この突然届いた段ボールを1箱ずつ開けていきたいと思います。はい、ではまず1箱目。結構大きい段ボールなんですけど、梱包材ですね。で、この中にはなんと、じゃん！はい、サーマルテイクさんの電源ですね。850W、はい、これが入っておりました。で、プラスなんですけど、これだけじゃなくってプラス、なんと、はい、2個です。2個、850W の電源が入っておりました。重いなと思ったら2個やったんですね。で、これね、分かってるんですよ。実は届くことは分かってたんですけど、いつ届くか知らなくて、今日突然、今日っていうか2、3日前に突然段ボール3つでっかいの届いて、今開けてるんですけど、具体的にレビューはまたやっていきたいと思うんですけど、まず1箱目がこれ、電源2個入ってました。続いて、さっきのよりは細長めの段ボール、封筒が入ってる。まず、ファンですね。RGB ファンが3つかな。そうですね。RGB ファンが、120mm ファンが3つだと思われる。はい。んで、まだ入ってて。ほい。サーマルテイクの簡易水冷ですね。360mm、 はい、これがついていました。だからファン3と簡易水冷、電源2つと簡易水冷、すごいね。はい。で、3箱目なんですけど、3箱目はね、見たらわかるんですよ。実はこれですぐ分かったんですけど、一応なんつうかね、昔 YouTube って言えば開封動画やったじゃないですか。ということで今回ちょっとやってみてるんですけど、ケースですね。はい。なんていうかな、セレス 500TG ARGB っていうケースですね。でけえ。これとなっております。だから、マザーや CPU とか SSD 以外のパーツをちょっと送っていただけたんですね。で、これを前もって連絡いただいて提供していただけるっていうことで、で、了承はしていたんですけど、いつ届くかが分からなくて突然届いたんですよ。だから電源が2つと、これ、納品書をいただいてるんですけど、仲介会社がありまして、で、ファンですね。ファンと 850W の電源2つと、これか、簡易水冷。あ、そうか。ほんなケースはケースでまた別に納品書が入っているのかもしれないし、あ、入ってるわ。送り先が違ったのかな。この段ボールはちょっと別に届いたんでね。で、このそれぞれのパーツを使って、レビューをしていくんですけども、最近ちょっと動画は上げれずにいるんですが、プライベートでちょっといろいろありまして、で、私専業ではないのでなかなかこれだけっていうわけにはいかないんですけど、ちょっとずつね、またゲーミング PC を1台しっかり組みたいと思っているんで、それをちょっとずつやっていきたいと思ってますので、またよろしくお願いします。ということで、本日は突然届いた大きい段ボール3箱の中身を紹介してみました。はい、それは RGB ファン、電源、そして簡易水冷ですね。そしてケースが中身でした。またこれは紹介します。本日はこれにて終わります。ウェダックスでした。バイバイ。